今日はね、過去動画になるんですが、犬のしつけについて、僕は一番大切なことっていうのは散歩をきちっとねやること、それが一番、犬のしつけにはなると思っております。また、噛むとか吠えるとか、犬の問題行動が出ちゃった、もうすでに問題行動で悩んでるよっていう方についても、散歩をきちっとまずされてから、問題行動に取り掛かると、すごく早いスムーズな、犬の問題行動改善につながると僕は思っております。その動画を、テロップ付き、テロップをつけさせていただいて、あと音声がねちょっと小さかったんで、音声をもう一度大きくして、リニューアル、してみました。ぜひぜひ最後まで、ご視聴ください。きっと、何かのヒントになると思います。それではどうぞ。おはようございますって言っても、こんにちはなんですが、今日はケンちゃんと散歩ちょっと動画撮ろうかなと思って、ケンちゃん主役です。散歩、犬との生活の中でね、散歩が一番僕重要と思ってるんですよね。でまあうち大所帯なんでね、散歩もローテーションでやってるんでね、うちの子が大体犠牲になっちゃうんですが、散歩をきちっとしてやらないと全てが乱れてくるっていうことですね。でまずね、散歩の心得1みたいな、飼い主さんの心、これ一番重要です。堂々として犬を気にせず歩くことだけを気にして前へ進むですね。胸を張って姿勢正しく歩くですね。これが一番大事です。次に、僕動画撮ってるからちょっと乱れると思うんですが、次に重要なのは自分の太ももより犬の耳ですね、耳が前へ行かない。これここから前へ行っちゃうと犬どんどん興奮していくんですよ。ですから前行かさないですね。これが限界と思ってください。きっちりじゃないですよ。でも前行きかけたら注意してやるですね。これが第2ポイントですね。で、第3ポイントは耳。耳がこう向いてない。後ろが理想ですね。今後ろになってますね。後ろ。マズルが地面より平行より下ですね。それと、地面より上がってくると胸張っちゃうんです。興奮してね、胸張ってきます。それと尻尾っていうのが、今触ってるか、尻尾下がってる、地面より平行より下ですね。でそれが第3ポイントですね。その3つのポイント気をつけていただいたらと思いますね。はい、行こう。こっちで、まあまあ、穏やかな気持ちでね、僕動画撮っちゃうと結構いい犬ね、僕も安定してないんで犬結構乱れちゃいます。ですから何してんの、ゴミですね。できるだけ堂々と前向いて歩くですね。で犬のことを忘れちゃうっていうことです。よくね、引っ張る犬とか録音しちゃう犬ってリードをねくねして持ってるんですね。でここの左につけてるんだったら大体左に持ってるでしょう。左に持ってる手がグッとこうやって前行かないってこうやって持っちゃうと余計犬不安定になるんです。興奮してくるんですよね。ですからリラックスで肩の力を抜いてリラックスしてて、もうかけてるだけとかつまんでるだけが理想ですね。で右手でね、僕こんなんやっちゃってますけど、これいつもこんなんやっちゃってるんですが、これダメですよ本当に。右手でね、リードをきちっと持たれたらいいと思います。このね、左手のグッとした、この緊張感、犬に伝わるんですよね。それと、あとリードは絶対必ず張らない。
貼ると興奮しますんで緩んだ状態、こういう状態ですね。こういう状態で、こういう状態で散歩すればいいと思います。これダメですよ、うん、それと僕テープ状のリードをこういうねよく使ってますっていうか、こればっかり使ってるんですが、これルパインのリードでね、これすごいですよ。僕代理店やってます、はい、ルパインジャパンでしたかね、そこの代理店やってます、はい。このリードに惚れちゃって代理店契約取りました、はい。で僕はねこういう編んで持ってます。こうも取ったら前行ってもグッと握っちゃえば編んでるんで滑らないですね。ルパインのリード絶対滑らな ないです。でこう持ってれば犬が前行っちゃうとグッと握っちゃうと絶対滑らないです。ですからねこう編んじゃったらいいと思いますよ。編んでこうやってかけとくだけですね、それがいいと思います、はい。それでまあまあどんどん散歩していきます。ルパインいいですよ、ほんといいです。これのあのね僕もう普通の一色の単色のやつ使ってるんですけど、単色よりね柄あるルパインのリードの方が腰があって使いやすいですね。これねちょっと腰ないかなっていうの、でも僕安い方使っちゃってますね、うん。何本あるんやろ、5、6本持ってんちゃうかな、色違いでね。高木も使ってるんでね、5、6本持ってますね、はい。であとまあ6本で色ちょっと入っとったかな、ガウガウやっちゃうっていうのね。でね6本ってねちょっと考え方僕違うんですよね、対処の仕方、うん。普通6本するとき解決方法としてまあリードでガッツンガッツンやっちゃうじゃないですか、ガッツンガッツンね。それとかあと道具、チェンチョーク使ってみたりハーフチョーク使ってみたり、あと何かな、まあピンチカラーね、ブロング使ってみたりとか、いろいろその録音に対しての考え方で道具使っちゃう人がおるんですが、僕フラットカラーばっかりなんですよ、普通のね、こういうねです。これで僕はずっとやってるんですよね。でスリップリードも使いますけど便利なんでね。でスリップリードが一番マシかなって僕思うんですけど、まあまあまあ、うん、僕はこれでやってますね。でなぜ道具を使わないかっていうと、その道具を使わないいけない犬の興奮度の時に僕対処してないんですよ、うん。フラットカラーで十分対処できるタイミングの時に僕コレクション入れてるんですよね。でそれはどういうことかっていうと、ね今そこに白の軽トラあるでしょ、そこの、ここね、これね、うん、この軽のとこぐらい異常かな、こういうまっすぐに見ちゃってもうちょっと奥かもわからないですね。そういう時にもう犬ってロックオンする犬ってねターゲット見つけてるんですよ、うん。でターゲット見つけるいうことはどういうことかっていうとね、顔が上がってくるんです、ぐっと顔上げます、ね、で胸張ります。でその時にですよ、僕はここの足のここ後ろ足の付け根のここのお腹ですよね、ここにかかとをコンと後ろからねコンと見えちゃった当てるんですよね。でそうすると犬はドキッとするんですよ。でドキッとして座っちゃうか、自分飼い主の方向を見ますね。でターゲットを見たことをドキッとして忘れるんですよ。人間もそうでしょ、ふっと何かに注目してる時にお腹なんかヒュイって触られると、脇とかね触られるとドキッとして見失うじゃないですか。それをしてるんですよね。でそれをすることによって自分がハッと気づくんですよ。でそこでノーなんですね、うん、ノー一言だけ。でまた歩いてるとまた見ます、どうせ見ます。でその時にまたヒールコレクションって言うんですけどね、後ろ足のお腹のあたりをちょんとかかとでタッチするんですよね。するとまたハッとするんです。でハッとした時にこっち向いた時にノーなんですよね。でそれで興奮をトントントンと落としていくんですよ。近づくたびの興奮を興奮した時に
ターゲットを見た時に興奮が始まるんでね、その興奮の始まりをそれでポンと落とすんですよね。でどんどん近づいていって、普通なら近づいていくたびにっていうか興奮がぐーっと上がってくるんですけど、それが興奮上がりかけたら下げる下げる下げるで下げちゃうんですよね。するとすれ違いでどうなるかっていうと、すれ違いでも興奮度低いんですよ、僕の場合かなり低いんですよ。その時にふっと見た時に、相手の犬とかを見た時に、ターゲットを見た時にちょん、この程度なんですよ、見るな。それですれ違いするんですよね。だから道具っていらないんですよ、全くいらない。リードもこういう持ち方でいいんですよね。それが僕のロックオンの対処の仕方ですね。でそれが犬理解が早いんですよ。冷静な状態で見るな見るな見るな、興奮するなするなするなで落としていって教えていってるんでね、興奮をね。でもすれ違いで道具を使ってガッツンガッツンやって、行くな行くなガッツンガッツンやって、それ止まるかもしれません、ね、すれ違いざまにうっと行こうとした時にガーンとタイミングでねコレクション入れちゃう人もいます。それとかオーバーコレクションで犬をもう何が起こったかわからんぐらいのオーバーコレクションでやっちゃう人もいます。クネさんなんかそうですけどね。そういうことをしちゃうと毎回やっちゃうんですよね。興奮状態でいてるから覚えないんですよ。で下手すれ煽っちゃってもうむちゃくちゃはちゃめちゃになりますね。で一般の方とか道具って使い切れないから、結構それでずっと同じこと やられてるんですよね。だから録音直んないんですよね、うん、だから堂々とした気持ちで手前から興奮を落としていくなんですよ、僕のやり方ね、うん、一緒に散歩してたらねふっと顔上げますからね。でその時にコレクションですね、うん、それだったらこういう持ち方で十分散歩って何にも起こらずに行きますね。だから顔を上げたらちょんなんですよね。今何もしてないかかわいそうですけど、これなんですよね。でトン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 落としていくんですよ、興奮をね。ですれ違いでちょんなんですよ、うん、ほんまちょんですよ、抜くなってこの程度、うん、それで回避しちゃいます。うん、もうこんな50キロぐらいある、50キロ超えとる犬ですから、それ違いざまでガツガツやったらもうほんまに散歩疲れちゃうんでね。で僕は手前から、かなり手前から落としていってますね、うん、でとっさに出てきた時、これが一番困るんですよね。とっさになってきてワンワンワンと吠えられちゃうと、ケンちゃんなんかもうやっちゃいましょうかってなっちゃいますんでね。でその時はもう興奮を落とすです。うん、ガウガウなってきたら犬をねまたぐんですよ、ケン座れ、またいじゃいます、またいじゃいます、またいじゃって、あ後ろ下がった、またいじゃって、またいじゃってリードを上に、リードを上にカッツンカッツンカッツンですね。肩が揺れて前足が浮くか浮けへんかぐらいでカン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 上げちゃいますね。それで興奮落ちます、はい、それをやってあげてください、はい、それではありがとうございました。